さて皆さんこんにちは、お久しぶりです。鉄売りでございます。ここは東京メトロ、押上と書かれておりますが、半蔵門線に乗っております。半蔵門線でやってきた押上駅、東京スカイツリー前駅となっています。今回は東京スカイツリーにいます。こちら東京スカイツリーの展望デッキへ行く途中のですね、シャトルエレベーターとなっていますが、これが日本で一番速いエレベーターですよ。すごいですね。今回は日本で一番長い距離を動くことができるエレベーターと一番速いエレベーターをご紹介していきます。まず最初こちら天空シャトルと書かれていますエレベーター、こちら4機あるんですけどね、春夏秋冬をイメージしたうち夏のいうことで隅田川の空というふうにね、表現されてるんですけども、こちらが僕一番当たりだなと思って今回これに乗れて嬉しかったです。このエレベーターの扉の閉まる時の、ね、静かさというのもね、僕はすごい好きですね。そして音楽とともに映像が映し出されまして、隅田川の空なんでしょうかね。東京都は一応墨田区というところにありますから、東京都墨田区押上ですね。こちらは東武タワースカイツリー株式会社が作ったところになるんですけども、確かね、作ったのはね、今宇宙エレベーターなんかもね建設していらっしゃる、株式会社大林組とはそういうところ建設会社なんですけど、こちら見てみると最高で分速 600m が出る、ものということで、日本で一番のね速さを誇ります。東芝さんのエレベーターの技術の結晶を全部詰めたものがここになります。これ40人乗れるそうですよ。このエレベーターが4台もあるとそういうことです。分速 600m、 40人が乗れる大きなエレベーター、 2600km と書かれております。すごいですね。そして 350m 階までやってきたんですけども、ここからですね 445m の付近までまた行くこととなります。さてそこまで行ってくれるエレベーターがこちらです。最初に乗るエレベーターとは違いまして少し小さい27人乗りと、なります。そして速度も、分速 540m 最大ですね、 540m になるんですが、最初に乗った天空シャトルは速度は劣りますが、これに乗っていきます。これがですね 0m 付近から出ていますから、これが日本で一番最長のエレベーターということになります。常用そして非常用の2つの顔を持つこのエレベーター、ちゃんと窓ガラスみたいなのがついておりまして、外の景色を見ることができます。外の景色が広がった瞬間、エレベーター内はですね、たくさんの観客のにぎわいどころ、27人がにぎわっておらっしゃいます。はい。で、これエレベーターがですね2台設置されておりまして、上下に動いている、そういうわけでございます。あっという間にですね、高さ445メートルでしたっけの場所まで行くと、そういうわけです。そこから見てみますとね、すごい絶景なんですよね。こちらは東武鉄道スカイツリー前駅ですね。東武スカイツリータウン。そして、そこから空町のあたりから広がりますね。周辺の地域、それから隅田川、そして東武鉄道なんかを見ることができます。こちらが浅草から、押上方面にやってくる電車たちですね。半蔵門線の方にいらっしゃいます、引き船の方とかね、あちらの方はまた別のところにあるんですけども、上からしっかりと見ることができます。自動車なんかがすごい、ミニカーとか トミカってあるじゃないですか。トミカよりちっちゃく感じますよね。 N ゲージよりもちっちゃく感じます。もうこれミニチュアの世界です。いやーすげえな、圧巻です。東京のこう街に関して全く知識がないもんですから、まあ押上ってとこにこういうでっかいタワーがあるんだな、電波塔があるんだな、とそういう話です。しかしこの電波塔をね、商用に利用してですね、景色見てもらいましょう。最後皆さん お客さんとして来てください、お金取りますからみたいな感じでお金を取ってくるのはすごいことだなと思いますよ。あれは東京湾の方なのかな、ちょっと全く地理について全然わからないんですけども、海が広がっているのと、下にはまたまた他の線路を発見しました。この地上400メートルぐらいのあたりにある一番上にある展望デッキというのはですね、ぐるぐる回ってるらしいんですよね。目に見えないぐらいの速さでいろんな線路が交錯しています。これ総武線かなんかなのかな。さてここから350メートルまで降りることになります。展望デッキ345と書かれておりますので、先ほどよりは1個低い345メートル。
もう一度27人乗りのエレベーターに乗っていきます。これで下っていくわけですね。さて、何も言ってきませんでしたが、今度下の方に降ります。ちなみに先ほど乗ったやつは分速540メートル出るやつですね。最初に乗ったシャトルエレベーターというやつですね。乗用40人乗りのですね、4台設置されているエレベーター、こちらがですね、350メートル付近まで行くことができると、そういうわけでございます。地上460メートルまで建てたエレベーターの建設、そしてスカイツリーの建設にはご覧のような会社がお金を出していると、そういうわけで、ランプがついていかにもかっこいいエレベーターですよね。いつ見てもうわこれすげえなーって思うところなんですけど、さて降りましょう。下の方で、ね、見てるとね、あーこれ早えなーって、そしてね、気圧の変化がすごい感じられるんですよ。耳がツーンってねするっていうのは、それはすごいわかるんですよね。今回は本当に面白い体験をしたなと、まあそういうことでございます。で、今回はすげえ短いね動画になってしまったんですけど、このエレベーターってすごいんだなってことを再認識した、まあそんな瞬間でもありました。ということでね、今回東京スカイツリーにある、東芝エレベーターについてねお話ししてきたんですけども、やっぱ皆さんね、エレベーター乗る際ね、あこれどこが作ってんのかなとか、あこれすげえなーとか、こんなもの作ったってすげえなーっていうね、技術力をね再認識していただければと思います。ではご視聴ありがとうございました。